ジョン・レイバリはアイルランド生まれの画家である。主に人物画を描いたが、第一次世界大戦中は軍艦や飛行船、軍事工場なども描いた。アイルランドのベルファストで生まれた。子供時代にスコットランドに移り、1870年代にグラスゴーの美術学校でウィリアム・ライオー・ネル・ワイリーに学んだ。1883年にフランスに渡り、 グレシュル・ロワンの芸術家村に滞在し、自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュの作品に触れた。グラスゴーに戻った後、1888年にグラスゴーで開かれた国際博覧会展覧会を訪れたビクトリア女王を描く仕事をした。パリにも滞在し、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローや、トニ・ロベール・フルーリーに学んだ。画家として知られるようになり、 ロンドンに移り、多くの上流階級の人々の依頼で、肖像画を描くようになった。ロンドンでは、肖像画家のジェームズ・マクニール・ホイッスラーとも親しく、ナリソの影響を受けた。ジェームズ・ガスリーや、アレクサンダー・ロシュといった画家たちと親しく、毎年、王立グラスゴー美術協会の展覧会に出展し、彼らと共に、グラスゴー派の画家の一人とされる。1889年に結婚し、 娘が生まれたが、夫人は1891年に肺炎で亡くなり、その後レイバリーは北アフリカにしばらく滞在した。1909年に画家のヘーゼル・レイバリーと再婚し、彼女の肖像画を何点か描いた。1911年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれた。第一次世界大戦が始まると、同じアイルランド出身の画家、 ウィリアム・オーペンと共に公式戦争画家に任じられたが、西部戦線で負傷し、ロンドンに戻り、後方での戦時の情景を描いた。1918年にナイトの称号を与えられ、1921年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの正会員に選ばれた。ありがとうございます。